留学生の方たちの中でいますか？あ、いないですよね。こちらあの画像に出てる通り、出てる通りと言っても分かるか分からないんですけど、こちら浮遊選考場というですね、このようにあの専門用語をただ訳しただけでは結局英語の専門用語になってしまうので難しい、理解するのが難しいということが、分かりました。はい、ではここであのこちらの落ちるばとさんとずんさんに質問していきたいと思います。では最初に